ボフェ証券株式会社は、米バンクオブアメリカの日本法人で、ホールセール専門の証券会社である。米メリル,ルリンチは1961年に日本に進出し、1972年にメリルリンチ証券、東京支店が日本における証券業の免許を取得し本格的に営業を開始したが、当時は法人向けの営業活動がメインで、 リテール取引はほとんど手掛けていなかった。1997年に山市証券が経営破綻するとメルルリンチは同社の営業基盤を引き継ぐ形で日本でのリテール取引に本格進出することを狙い同社を設立した。当初は山市証券の支店網の大半を引き継いだほか元山市の営業マンを大量採用したことでも話題となったが その後、支店網は徐々に統廃合された上に、口実するように、リテール部門を営業上都市支店網をそちらに引き継いだため、2010年現在は、東京、大阪の2拠点体制となっている。要因として、旧山市側の連帯責任制の風土に対し、メリルリンチ上層部が、個人の責任、原因、役割の明確化を指示したことに対立し、 社員の大量離脱が起こったという。2001年には、メリルリンチ証券、東京支店の業務を同社に統合し、ホールリテールの両方を取り扱う、総合証券会社となる。2006年リテール部門を分割し、三菱 UFJ メリルリンチ PB 証券を設立して営業上としたため、ホールセール専門の証券会社となった。その後2012年末に、 三菱 UFJ メリルリンチ PB 証券の全株式を三菱 UFJ フィナンシャルグループに売却。日本国内のリテール部門から撤退している。2018年10月9日、午前7時31分マイナス32分の間に、東証に対し通常の1000倍以上のデータを誤送信し、4つの回線のうち1つの回線をサーバーダウンさせ、国内証券会社が かなりの時間の間取引停止に追い込まれた。2020年11月1日、バンクオブ、アメリカメリルリンチの称号をバンクオブアメリカに変更したことに伴うブランドのバンクオブアメリカへの統一により、メリルリンチ日本証券からボフェ証券に称号を変更。ありがとうございます。